ここだけの話を秘密でしていいですか？絶対内緒にしてほしいので口が固い人だけ見てください。そんな暴露だらけのスレを今回ご紹介します。人には言えない秘密をカミングアウトするとき、気持ちの弱い私は胸がぐーっとなりました。どうぞ、ゆっくりしていってね。旦那が寝た後、夜な夜なエロ動画を見ている。ごめん、知ってる。見てるだけ？笑い違うでしょ？エロ動画なんて普通じゃん。会社でもみんな見てるよ。奥歯から3本歯がない。抜歯後、歯医者が倒産。何もせず2年経ってしまう。このままではいけないってわかっているのに恥ずかしくて行くことが怖い37歳。大丈夫だよ、ちょい都会の先生がたくさんいるような歯医者に行ってみ。そういうところはサラリーマン先生だから、あまり怒られたり厳しくない。どんな会社や？最近の子供は親に知恵がついて予防歯科に力を入れているから歯の悪い子がほとんどいないらしい。歯科はレッドオーシャンだから、あなたのような患者は金になるから絶対に喜ばれるし、同情すらしてもらえるよ。インプラントは経験値の多いところがいいよ。私も横で旦那からは見えない角度で見てるときに、何見てるの？って唐突に聞かれるとびっくりする。音は出してないからバレてないと思うけど、なんかバレてるのかな。私は動画じゃなくてエロ漫画。スマホに入ってるシーモアとめちゃこみ見られたらドン引かれると思う。歯がないと噛めないから隣の歯に負荷がかかり、悪くない他の歯もどんどん悪くなるから早く行きなさい。早くしないと年取る前に、そういればになるよ。すっきりした後履歴学習機能全消しして寝る。ログ取られてるよ。ウリナ。もしかしてあなたは？10カラットさん。カラットさんだっけ？懐かしい。元気かな？元気だろうな。ペリエをバックにして匂わせてるのね。盛り上げ役としてはかなりの功労者だと思う。爪はしょぼいんだね。まだガルやってると思う。元気に嘘ついてると思う。この時に降臨してると思う。10円にもならんやつ。なんだっけ、リヒテンシュタインのおじいさまがどうとかいう人だっけ。なんかテーブルの木目が合板っぽいの。爪の形が10カラットさんじゃない気がするんだよな。ダイヤはクラリティも重要だから大きければ高いとは限らない。10カラットさんってネタで投稿したものの信じるがルミン多数で後に引けなくなったのかな。だから、これシーインで売ってたやつなんだってば。どう見てもガラスかプラスチック。プラスチック。10カラットさんリアルタイムで知らなかったのが残念。ガルミンって疑い深いのになぜ騙されてたんだろ。もてはやしてた人も自演じゃないの？笹の人と同じ人な気がする。笹の人は最後に登場した時に嘘くさいと突っ込まれたら、キャラ表変してガルミンを罵ってたよ。アラカンくらいの生粋のネット民のイメージ。ジュエリーとピアホばっかやもん。拡大した合成かと思った。リアタイガル始めたばかりだったで読んでたし、ネット界隈にはなんとなくこんな人もいるのかなって思ってたけど、銀座の話が出てきた時あれ？って思ったなあ。わらわら。カットの仕方で価格が変わると加納京子さんから学んだよ。高さがあると価格が下がるんだよね。銀座で10カラットさんと思わしき人と遭遇した人が出てきたんだっけ。そうそう。10カラットさんに体調不良で助けてもらった的なお屋敷みたいな場所に案内されたとかだったから、銀座にそんな場所あったっけとか不思議だったわらわら。懐かしい？ショーオードリー・ヘプバーンに似ていて帰りに松坂宮をくれたとか、ねしょう？まだヤギです。まだとか一日中ヤギであることに恥じらいを感じているだけマシじゃん。セフレを自慢したくないな。去年ってことは2018年デビューか。時期と天然系のイメージであれしかいないね。岡本健一？有名人を食ったアピールやセフレだった話をする女性っているけど、今までで驚いたのはマイケル・ジョーダンくらいで、日本国内で活躍されてる俳優やアイドルなら意外性なく、普通にありえそうと感じる。平野翔かと思った。平野翔はリーダーじゃないよ。キンプリのリーダーは岸優太。横。だいぶ前に大谷選手と関係持ったって話を、ツーショットの写真を見せながらしてた子、身長173だったなって思い出した。しか。これは本当にあるあるだと思う。ジャニに限らず、芸能人ってインスタで軽く遊べる女の子探してる。実際私もその一人になりそうになって、でも男性慣れしてないから逃げちゃった。タダをしていたかったのにな。幻滅しちゃった。やっぱ大谷普通の子平均身長でスポーツやってない人には興味ないんだろうな。岸くんセフレと書いたんだショック。という夢を見た。どこで出会うの？でどういう流れでセフレになるの？スタイルと顔が良いんだろうなやっぱり。虚言癖だと思う。キンプリしかいない？なるほど、ジャニの〇20男〇の某メンバーの新しい彼女はインスタグラマーだとごちゃんに書かれていたわ。ああいうところにポツンと書き込まれてる情報って、案外信憑性あったりするのかな？アスリートならさらに多い。ちなみに私も競輪選手がセフレだった。有名人とやることをステータスに感じるタイプの人価値観違いすぎる。岸くんか。私より年上だったならまあいいかな。まあ普通に物静かそうだな。物静かという一点だけでなんか信憑性高くなるよね。ネットの落書きを真に受けてはいけないけども。不倫10年目です。そこまで続けばもう隠し通してくださいね。興味本位で聞きたいんだけど、相手とは恋愛感情が盛り上がってずっと付き合ってるの？それともなし崩しでズルズルって感じ？私は5年目です。最近、マンネリというか。既婚独身。既婚。私今年16年目。ちょうど終わりにしたところよ。アホらしくない？不倫は本当の愛ではないよ。13年目です。立ち悪い。童貞は黙っていなさい。横ですが私は相手が独身で4年目。既婚者は、相手の奥さんが怖くて無理です。なぜ終わりました？私は13年でしたが、彼があまりにも浮気症。アプリや風俗だったので、結婚しても同じことされるなと踏み切れませんでした。先輩にお聞きしたいです。相手の子を欲しいと思ったことはありますか？長続きの秘訣があれば知りたいです。3年半でお互いバレずに離婚が成立して、今年からやっと堂々とお付き合いできるようになった。双方の離婚のタイミングが合うってすごいね。私も不倫状態だな。詳しく言うと見バレしそうなので詳しく言えないけど、相手の嫁自身が妊娠中に浮気してからずっと夫婦関係、破綻してるみたいだけど、子供はもう成人済み。ずっと離婚しない不思議。誠意不思議なんだけど、なぜ不倫なのに結婚できると知ったの？不倫できなくなると都合の悪くなるがる男代表かな？多分、全部嘘だから離婚しないんじゃ。20年目ですよ。私が既婚で相手が独身です。私そろそろ7周年。夫のサラ金やら色々ありまして、離婚して彼と結婚しようかと思いましたが結婚しても同じ繰り返し、苦労になるなと私はダメな男性としか付き合えない運命なのか。その彼は結局別の女性とすぐ結婚しました。ちなみに彼はバツイチです。元奥様ともモラハラが原因で1年持たずにすぐ別れています。むしろ嘘だったら相手のせいに全部できて楽なんだけど、嘘じゃないから困る。先日子供の結婚式が済んだので、やっと離婚話進めるらしい。期待はしてないです。そうだったんですか。むしろ、途中で気づいてお別れできて、よかったかもしれませんね。次はいい出会いがあること、祈ってます。在宅で画面オフのミーティング中に爪切ってました。私毎朝のミーティング中にシャワー浴びて化粧して昼から出社してる。画面オフ、ミュートなのをいいことにビール飲んでました。寝てました。お風呂場で陰毛抜いてます。自分で間引きしてる。同じです。ごっそり抜けると嬉しくなる。わかる周期があって抜ける日と抜けない日があるよね。するする。洗濯の時、歩いてる時に落ちるの嫌だからあらかじめ抜いてる。痛くないの？わしづかみして引っ張ると大量に抜ける時期があるよね。生理周期と関係あるのかただの毛周期なのか。抜いた毛は？お風呂は毛周りの手入れがメインよ。影の毛ももちろんよ。周期わかりすぎて笑った。排卵日付近によく抜けるってどっかで見たよ。腐女子二次元メインだし誰にも言ってない。メンタルクリニック連れて行かれたら、絶対何らかの病名間違いなくつくと思うけど、ごまかしながら仕事さばいてる。私も、すでに定期的に病院が用意してる身だし、これ以上持病が増えてもいいことないので、今後も行く気ない？さばけているなら大丈夫よ。あなた頑張りすぎ屋さんですわよ。今度いっぱいおごらせて。2日に1回はおなってる。私生理以外、毎日、君に動画見てベロ動かしながらしてる。想像したらおもろすぎるー。性欲強いね。おっさんキモすぎ？おっさんじゃないし、なんで急に認定してくんのさ。別に顔も覚えてない相手だけど、そういうことがあったって話よ。実は、ガルミンです。カードのキャッシング40万円あります。頑張って返済する。40万ならいける。それ以上増えないように頑張れ。昔多重債務者相手の仕事してたけど、40万なんて頑張ればすぐ返せるよ。でも油断すると利息で雪だるまだからさっさと返しちゃおう。ありがとう、なるべく早く完済できるように頑張る。私もそのくらい借り入れてたことがあるよ。コツコツ返して20年近くキャッシングはしてない。これ以上借り入れ額増やさずに無理くかつ、利息少ない期間で返済頑張ってね。40万なんてすぐ返せるよね。なんなら私クレカ支払いだけで40万近くなったりするんだが、自転車操業。既婚者のマッチアップやってみて、そのうちの一人に会いに行ってみた。ハイスペでびっくりしたけどそんなにタイプじゃなかったからお茶だけしてフェードアウトしたこと。カドル？うん？やたら高学歴、大企業出身、会社経営経験者とかの経歴で最初は嘘かなと思ったらネットの記事にも載ってたりして本当だった。横だけど私もハイスペと知り合えたよ。ちょっとの間だけ仲良くしてたけどお互い会う都合つかなくなって、フェードアウトになったけどね。カドル？メッセージのやり取りはするけど実際会ってみて会うってのもなかなか難しいなぁと思った。カドルですよ。そうだね。それ以外は変な人や失礼な人ばっかだったから、いい人と会えたらラッキー一人会えて大会したからもうそれっきりだけど。全然ファンじゃなかったのに夢に大谷翔平が出てきてから翔平と呼んでます。たまにダミートピ覗いてます。ダミートピってなんだ？今は表向きなんていうトピですか？トピ名は普通で、最初はトピの内容で盛り上がるんだけど、人がいなくなったのを見計らって皇室トピに乗っ取られるやつ。元トランプトピのダミートピです。今はトランプというより、日本の今後についてのコメントが多いようです。ザッハトルテ。普通にザッハトルテが好きだからコメントしたのに、どんどん違う方向に持っていかれた。私も衣装の写真見たくて言ってる。横。今はそうなのね。思うんだけど、あれって何きっかけにダミーに切り替わるの？狙った人が誘導していってるのかな？例えば今ザッハトルテトピで話してる人たちはコメント期間が近づくと、次は〇〇トピ立てるからそこで話そう。みたいな感じになるんだよ。皇室トピとか面白いかな？よくわからないや。最初見つけた時は、ここにもあるんだなーって思ったうにちにもあったし、どこにでも出てくるんだよなあの人たち。昔、ワンナイトした時のおじさんのテクがうますぎて、あのおじさんともう一回したいと思ってることを。わかるわー。私の相手はお坊さんだったんだけど、何十年経っても、未だに時々思い出すもん。どんな流れでお坊さんと？これ思い出した。おっさんキモすぎ？おっさんの妄想？アダルトトピでおっさん同士で語るだけじゃ飽き足らず出てくるな。もうほんとにうんざり。いい加減男は全員ごちゃんに帰れよ。生臭坊主。おっさんじゃないし、なんで急に認定してくんのさ。別に顔も覚えてない相手だけど、そういうことがあったって話よ。一夜限りの浮気したことあります。3回以上は情が移るからやめとけと、年配の人に釘を刺されたというかバレてたというか尻がる感が溢れ出てたんだうなと、当時を振り返って反省。尻がる感かなぁ。その人の体験談かもよ。林間学校という動画に出演したことがある。今年になってまだ一度もシャワー浴びてない、シャンプーもしてない、履いてるパンツには織物シート毎日新しいのを張り替えてるけど綿素材のパンツのせいか汗の3で、また布以外の生地がビリビリに破けてる。こんな状態でも毎日、1日乗車券買って、バス乗ってあちこち出かけてる。大丈夫？メンタルの病気？絶対臭いからお風呂入って体洗った方がいいよ。周りの人に避けられたり目が気になりませんか？膀胱炎とか大丈夫なの？仕事ができなくてメンタル病んでた時、変な宗教にハマったら楽になるかと思って何件か話聞いたけど、内容を理解する能力がなくて、変な宗教にすらハマれなかった。スパモン教徒になろう。私もメンタル病んだ時にいっそ宗教にハマろうと思って何件か話聞きに行ったよ。結構怪しいところにも行った。でもメンタルや無と脳の機能も落ちるらしくて、全然理解できなくてハマらず済んだ。良かったのか悪かったのか病んでる時って、とにかく何でもいいからって藁をもつかむ気持ちなんだよね。笑ったわ。でもそれで良かったんだよ。今のあなたがあるのはその時その宗教にはまらなかったからだよ。あなたが悪徳宗教に自我を壊されず、気軽にガルガルできてる今でよかったよ。私は逆で、悩んでる時に実家がお世話になっていたお坊さん。その時点ではお坊さんの仕事を引退していたに何度か話を聞いてもらいに行ったんだけど、毎回説教されて思い詰めて、ガチでうつ病になって休職した。その後病院に通院して少しずつ回復して、幸いにも職場の人たちのサポートのおかげで復職できた。周りの人たちにとても迷惑をかけてしまって申し訳なく思ってる。安易に宗教関係の人に悩み事相談してはいけないと思ったよ。宗教を基準に話をされるから、自分の悩み事がより複雑になるんだよね。自分で考える力が残っててよかった。それができる人はハマらない仕組みだから大丈夫。やばいのはもともと考える力の弱い人。弱ってる人にはハロプロがハマるらしいよ。何人か聞いたことある。変なのにハマらなくてよかったけど、ああいう人たちって弱ってる人を見逃さずに寄ってくる嗅覚がすごいよね。普段は宗教もキャバもあまり声かけられないのに、その時期よく来られてびっくりした。あなたがまともだったから内容が理解できなかったんじゃない？宗教系スピ系の YouTube とか本読むとってないようなもの多いもの。何にせよハマらなくてよかった。4回おろしたことがある。娘と同じ風俗店で働いていたことがある。今はやってないけどね。貧困新ママか。そうです。カカオトークでチャット恋愛してる既婚です。18禁のやりとりです。夫がワレスだから許して。×1だけど、3年愛人やってる。お手当てもらってるってこと？スカトロ好きの人と付き合っていた。今下の毛がぬく水の前髪くらいしかない。間違えて剃りすぎた。もうなくしてしまえばいいんじゃない？